ポイズンは、宝屋ありかと、片倉ミキやによる日本の音楽ユニットありプロジェクトの通算11枚目のオリジナルアルバム。2009年8月26日に、特馬ジャパンコミュニケーションズから発売された。なおと項目では、ありプロジェクトの2009年における、ライブツアー、ポイズンドコークラワバサラまでについても扱う。オリジナルアルバムとしては、近所から約1年ぶりの発売。 金書、サイケデリック・インサニティ、ジレッタントと同様に10曲収録され、最終トラックがインストゥルメンタルとなる。ロマン主義的シロアリから目眩しく疾走感の黒アリまで枠に。アルバムコンセプトは危険で妖艶、美しく、ロマンティックな音楽読。さあ言葉に毒をもろう人を思いにその世界を、殺してあげる君の代わりにポイザナー、4時39分、ポイズナーと読み。 独殺者などの意味がある。フランス語などに良い言葉がなかったので、英語を用いた。少女解体、あるいは、発骨等より、少女たちは飛翔する。4時53分、エレクトリックギターに、純文学的歌詞を重ねる。おクみレディー、4時53分、テクノポップ風の楽曲。アフヨー寝台4時28分、アヘン寝台と読む。宝屋曰く、スプラッターの歌詞らしい。 曲色一台女、4時35分にいわゆる、スカビートである。ありプロジェクトの楽曲には珍しく、生のジャズバンドが演奏している。アニマルズ・オン・ザ・アース、4時48分カタクラは、大和ソング路線で作曲したという。もしも、大和ソングならば、M1 にする予定だったとのこと。上海両欄ロマンチカ、4時38分、ポイズンで最初に完成した楽曲。 ドクトビをテーマに中国風に仕上げている。世紀末、ゲネシス、4時46分宝屋の合唱の入った曲をとの要望により作曲。この国の向こうに、4時58分ストリングスを駆使したバラード曲。ディシプリン、インストゥルメンタル、3時45分。この国の向こうにのインストゥルメンタル。チェンバロは生音である。福岡会場。 ゼップ福岡ありプロジェクトの2009年のツアー、ポイズンドコークラワバサラまでは、2009年9月下旬から10月上旬にかけて日本国内の4カ所で開催された。2008年の金書発金ツアーと同様に、パンフレットにはポイズンの解説が掲載されている。リストは日時、地名、会場の順。ツアーには渡辺剛、杉野博オリーブ、インが、 サヤントマ、リンゴが参加した。ありがとうございます。